しゃ、あー船員か、ちょインポスターやりてえな。よし、これ早速いきますよ。まず順番に行くか。オフィス、私はオフィスに行きます。はい、マップを見れると楽だな。え、なにこれ、なにこれ、あ、こういうこと、あ、こいつてめえ、これでも回し早すぎね、見つけるの。早っ、早くないですか。ちょっと俺発見しました。ザムが死んでて、あと真ん中の右のとこのなんかタスクの前で死んでた、はい、真ん中の右、あー、うん、じゃあ、結構左下の方で、うん、チクベルといたんすよ、はい、ちょっと時間当たってますよ。なんで、うん、チクベルは僕はまだ白目に見てる、うん、これでマーシー見てる人いないからやばいんじゃない、うん、はい、僕は右にいました。で、僕は右側の、はい、右は時計回りで回ってました、また。はい、はい、うん、で、途中、なんかなんかレーダーの砲台みたいな、兄貴見えてるな、そういう、この位置。右上ですかね。あ、右上の。マオさんがそれ、兄貴左に映ってるな。あ、そうですね。その時は、多分、白かなと思ったんですけど、まあ、会った瞬間殺してたら、ちょっと俺わかんないですけど。ああ、そうですね。部屋の中に入ったら視界狭まるかも、ね、もしかして。まあ、僕もそうですね。一応、右側にいたのが、多分、マオシーとレプチンさん、そうですね。初期位置見えてないかも。でも俺、壁があるから。ショコさん見てない。俺もショコさん。ショコさん見てないですね。初期位置のタスクやってました。初期位置の鍵のやつ。ああ、なるほど。これ、私の画面が通話するあれに移行してないんで、バグってるかもしれないですね。そもそも。もしかしたら。ああ、なるほど。なんか画面がゲーム自体がバグっちゃってるのか、ゲームの画面になってるまんまなんで。ああ、なるほど。これ、皆さんがこう戻った時に、私画面が戻らなかったら、ちょっとボイチャで言います。あ、はい、オッケーです。あ、了解です。スキップしようかな、なんかわかんない、まあ、俺もちょっとわかんない、わかんない。あー、逃げたな、うまいこと。ちょっと早かったけど、殺すって結構大胆ですけどね。大胆ですよ、そうですよ。なかなかできない。なんかショコさんのが饒舌ですね。おい、ギスギスしてるぞ、おい。バレちゃいました。やめろよ。おいおい。いや、違いますけど。今日はよく喋るね、ショコ。あ、でもそうか。これ時間、ベルクラさんがこれ時間がないですよ。うん、そうなんですよ。あ、15秒ですね。そうか。うん。画面が違うんだよな。ねえ。治るといいですけどね。治るといいな。治るといいんだけどな。大丈夫。まあ、あと5秒ぐらい、うん、はい、一応僕怪しいなら誰か一緒に行ってくれれば、一瞬たっこないですね。まあ2人以上で見てくれれば、うん、まあ多分大丈夫だと思って。ゲームが治るかどうか、はい、あ、治ったかもしれない。あ、よかった。溶岩ですか今。俺は溶岩ですよ。俺は良くないよ。よかった、行きましょう。あ、俺は何も良くない。はい、俺もやりてえよーゲーム。ここで、あ、こっちか今度。はい、はい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 、はい、オッケー。ブレーカーを直す。これはなんか任せるか。オレプション見てんね。チャンスケベやなぁ。あ、みんなやってるわ。他のことやろ。あとは、右の変なとこ、こうか。これで、あれな。あ、網だくじじゃなくて、なんだっけこれ。迷路。はい。終わらせていく。で、上のやつも、ちゃちゃっと。あ、これな。はい。んげ。じゃ、マウシー見てえな。マウシーどこにいんだ。まあ、ちゃちゃっと俺を終わらせちゃおう。みんなのために。殺される危険性ないからね。この間は。いいね。一番安心して、人がチェイスしてる時に発電機回してる気分や。みんなで行動して、あ、ってこっち後ろつけてってんな、あれ。あれ、ベルクラさん殺そうとしてねえか。あ、兄貴死ぬんじゃない、兄貴死にそうじゃね。
なんか今やばそうだったよな。兄貴死んでるかもしれない。ちょっと見に行くか。はい、兄貴生きてるか。兄貴生きてるか。あ、こっち側なんかでも何もなってない。ブレーカーを直す。なんかレプちゃん何してんだ。ブレーカー直してくれ。はい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 。うますぎ、うますぎ君。あ、あ、誰だ。あ、レプちゃんが死んでた。レプちゃんはなんかビデオ部屋にいて死んでたよな。スケベビデオ部屋で死んでた。あれ見つけましたよ。マジか。うん、ザムさんが死んでました。ザムさんはさっきです。いや、でもさ、レプチンさんが死んでた。あ、そうか、レプチンさんはどこっすか。あれ、レプチンさん、え、うん、あ、てかマオシーか、そうか、マオシーだな。チクさんだと思った。場所はどこですか。チクさんじゃねえわ、マオシーだった。俺が間違えてた。マオシーだよな。真ん中の下、発見者だけど、なんかチク感あったか、なんか。そうです、真ん中の下ぐらいです。チクはその前だ。発見した瞬間はチョコといたんすよね。だけど、まあ、でもやばいぞこれ、結構。まあ、僕はあの、チクさんは白っぽいんすよ。サボタージュのやつやってたんですよ。サボタージュで。これちょっとやばいぞ、人狼勝つかも。あれを最後やってて、その最中に、うん、いいなぁ、うん、なんか監視カメラでしょこしょこ君見てたんですけど、うん、なんか普通にタスクやってる姿もちゃんと 見えたんで、うん、なるほど、なるほど、なるほど。白じゃないかなとは思うんですよね。なるほど。じゃあ僕最初にチクウェル白塗ってるんで魔王なんですよね、僕から言う。おお、いいね。タスク回してて、であんまり人と会わなかったんだよね。これ今回も流れそうじゃない、うん、これ一瞬なんかすれ違ったりはしてたんだけど、チク、うん、さんとすれ違ったかな、途中で。これ兄貴入れたな。違うし、どこですか、死んでたの。外。いや、室内。旦那さんは室内で。うんうん。レプさんどこでしたっけ。うん。レプさんがどこだったか忘れてたの。まあでもとりあえず、うん、マオシーベルクラさん、チクさんとは俺会ってないから何とも言えないですけど、フルコンさんは。うん、その、うん、最後妨害来た時に、これでもショコがフルコンさんの票に乗ったらマオシーいけるぞ。恐れててんけど、これなんか大丈夫やった。フルコンさん、なんで私ずっと追いかけてきたんですか。ちょっとベルちゃん、確かになんか途中でフルコンさん乗るね、マオシーも。これおもろいな。あのベルチクを信じてたんで、あの停電の時は特に一緒にいたかったんですよ、ベルチク。あ、そしたら、はい、あの大丈夫かなということで。で、じゃあまあスキップ、まあ、あー、これ流れるか。犠牲者増えるぞ、うん、僕は魔王です。あー、なるほどね。おー、なるほど、なるほど。乗らなかったのか。オッケーです。あ、ちょっと俺誰かと一緒に用意したら、ね、これはちょっとやばいぞ。俺はとりあえずタスクを終わらせて、みんなの様子を見よう。とりあえずマオシーについていくか。こうしてこれをこうと、これでいいのかな。俺はこれでタスクが終わりか。俺もブレーカー直せんのかな。俺は直せないよな、ブレーカーは多分。あー、ここでマオゴンがブレーカーを直すことにより、あー、白く見せていくのか。なるほどな、うまいことやんねえ。で、マオゴンが直したと。で、フルコンさんもここで迷ってくるわけよ、ここで。あれ、でもマオゴン違うのか。で、ショコとかも見られてるから、いち早く行くテクニックかな、これが。あ、なるほどね。うまいね、なかなか。はぁ、あ。でも、マオシーでも殺したいな、一人。まあ、この後結構、あ、これショコ行かれるな、多分。チクがそこで、あ、いや、行かないのか。見えなかったか。兄貴は殺されることは多分ね、ないと思うんだよ。まあ、ベルクラさんか、チクか。チクやりたいとこ、あ、チクやるな、これ。あ、でもショコいるってなって。で、ここで殺しちゃうと、ちょっとバレ気味になるのよ。あー、なるほどね。あの、ちょうどすれ違った。あ、でも今チャンスあるっちゃあるんだけど。要はでも死体もバレなかったらいいんだよ。考えてんな。
で原子炉リセットで、ね、もう一度もう一度白塗りする。お、もうちょっとあれか、あ、穴に入る。これどこ行くんだ。さあベルクラさんが来た。この間でもベルクラさんとチクがいる。で、あ、こっちも鳴った。フルコンさんとショコがいる。あ、でもこれマオシーだけいないぞ。あ、これでなんかドサクサで一人やりたいよな。どうすんだマゴン、どうする。結構みんな二人で行動するぞこの後。あ、どうした。あ、え、急にショコちゃん、どうした、何見た。はい、はい、はい、もしもし。はい、ちょっとあの誰か殺されたとかじゃないんだけど、はい、マオシーが穴に入るモーションしてたの見たんで。おい、マジかよ、何見られてんだよ。待って、待って、じゃ待って、俺やってない、まず。あの、ジャンプしたモーションしたの見ちゃった。見ちゃったの画面の端っこの方で。おい、何してんだよ。待って、じゃあ、まあ、最悪いいけど、あの、その代わりショコから釣って、じゃあショコ釣って俺やって。なんで？なんでですか？あの、俺もやってないもん。もろもろの黒だしよこれは。俺だけ。いや、もうもろもろ見したよだって。まあ、確かに知らないとこあるよな。ダメだったらショコさんでいいんじゃないですか。で、まあまあ、うん、ショコが言うとあれなんだよな。いやいやいや、だからフルコンさん乗るからな。マオシが怪しいっていうのがやって。二票入っちゃうんだよ。まあまあそうですね。見たの。ベルクラさんとチクが入れてくれたらチャンスある普通は。いやー、でもこれはショックから来てほしいね。いや、何が繋がってんの。この二人の票がこっちに入ることにより、え、マジで考えて逃げられる。どこで見たの俺のこと。どこの穴だった。もうね、マップはちょっと名称出てこないからなんとも言えないんだけど、その真ん中のちょい左下ぐらい。チクがな、こっち入れたら溺れんだけどな。俺はね、あのね、マオの補足なのがゲームにも。あのイグザムレプチンって強いところから潰していく。いや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 。チックちょっと考えた方がいいんじゃないか。脳死してるんじゃないか。なんかちょっとわかんないし。ショコから行こう、せめてショコから。いやいや、まあ、だって黒だしな俺。いやー、これちょっとちょっと覆せなかったな。ちょっとあの強引にショコから持っていこうとするのがちょっと良くなかった。イエーイ。いや、いい読みだね。いい読み。いい読みっすね。いい読みっていうか、目撃されてます。目撃しちゃったんですよ。